15年ぶりに衆議院議員に復活いたしました。河野隆当選、万歳万歳万歳。はい、それでは水ぶっかけお願いいたします。ゆっくりね。はい、恒例の河野隆水ぶっかけでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。弱い75日で舞台上に水をかけられる、これも当選して嬉しい行事。はい、それではサンキューベリーマッチと、ありがとうございます。総理を選ぶ男アゲイン、75歳だけ。なんか文句ある？ねえだろう。トランプ78だね、ベアデン82だね。ねえ、ほんならこれはよ、75いると後期高齢者輝かしき、これね、みんなでよ、100まで生きてこめやと、元気って、そういうメッセージでもあります。 OKOKOK。日本保守党がね、もういよいよ期待をかけられて、自民党にとって変わる勢力になるように、どえれい重要な日だね。ねえ、その第1号の国会議員が河村さんだった。ありがとうございますわ、これね。まあ、自民党もよ、全部悪い人だねやけど、当たり前だけど。まあね、特に地方議員が迷って給料もらうもんで、みんな家業になってます。そこから裏金をせびられると、そういう構造になって、もう普通の人は選挙出れん、ね、日本中で、まあ、こういうのが自民党の姿で、家業化された政治の姿、これを改める、そういう重要な使命をわしらは持ったということでございます。エギャーワイ、まあ、そういうことでございますが、ね、まあ、なんだ、今言った議員のボランティア化か、あるいはまあまあの給料でやるんだったら、予算ニュースみたいに3期12年で終わりとかね、もう開業ができないという見せないかん、これは本当に。な、税金払っとろうが苦労してよ、税金で食っとろうが、役人って八百長だよ、そんな世の中。だからそれを言う人は誰もねん。優等生が河村さんみたいに孤立の道が待っとるということですね。しかし、孤立は議員の中だけであって、市民の皆さんには、国民の皆さんには、どれぐらい味方が多いことが、今回、はっきりしたじゃん。そういうことの、これから、サンプルやめてくれって言われそうですね。サウナってきたねこれ、サウナってきた。まあ、名古屋城の木造化、本物を組め、これは絶対やり抜くと、国で徹底的に応援しますから、これは。そういうことでございます。名古屋の宝を作ろうね、ということでございます。バリアフリーでね、やはり全部やれば、誤解ですから、あれは。本当のこれだよ、文化財は。別に決まっとるわね。こんなこと言ったら熊野古道にエスカレーターつけるのこれ。そりゃおかしい。ということは一つ。だからやっぱり子供をよ、みんなでよ、一人の子も死なせない名古屋。大取り組みをやっております。まあアメリカ流のスクールカウンセラーみたいな考え方だから、キャリアサポート。で、高校入試は廃止せないかん。本当に。子供を苦しめてはいけません。この日本の国で。そういうことを言っとるのは、河村さんだけだろ、これ。ねえ。まあ、あんまりこういうところで言うのもなんだけどね、毎月一人ね、子供さんが、小中、中学生、高校生が、名古屋で、自ら命を絶っとんのよ、これ。名古屋でだよ、これ。なあ、もうとんでもねえでかんわ、これ。やっぱり子供には、自分の好きなことを、
これ見つけるの結構大変だけどね、うちの孫に言っちゃったら何が好きだ言ったらテレビゲームだ言ってましたけどテレビゲームはテレビゲームでええよ、作る方もおりますから、そういうのを発見する道をみんなでサポートして、でその後さらに子どもの人生を好きなことをやっていけるように応援したると。でも高校入試廃止ないし、高校まで義務教育ということで、みんなでよ、子どもがよ、好きなことを名古屋で楽しく、日本で楽しくやっていけるような、そんな日本を作りましょう。 OK、 頼むね、当たり前のもんだわ、これ。はい、まだ情報あるけど、あ、限定は誰も褒めてくれへんけどね、これは私が日本一給料安い市長をやって、で4億6000万これ受け取らずに返したの、皆さんに注意にやめてきゃよかった、これ4億6000万だ、お母がどんだけ怒ったかと、風呂の線抜かれてもらって、どよりは大変だったけど、これが引き金になって市役所の職員が大体総人件費で1割減らして毎年100億から200億、初めに200億を皆さんに返してきまして、今まで誰も見てくれんけど、名古屋市民だけだけど、16年で1600億円、1600円じゃないぞ、1600円じゃないですよ、1600億みんなに返したんだ。そしたら税収の伸びは、まあ大阪と日本一をせっとるというところまで持ってきました。まあそういうことで税金を払う方が豊かになるのは、それは減税ですわ、減税の財源は日本中、金は借りようになってまったもん、量産あるんです。これは日銀に500兆も余っとんの、今金が、それ言われとらんねんから、で一部だけの役所にある金でやっとるん、これでは経済伸びるわけねえやねん、そうでしょ。まあそういう正しい経済学に基づいたね、まあ豊かな国、経済のやっぱり発展した商売が発展した国、役人と議員が発展する国はいかん、こんなものは。これ特に議員が楽しとってはいかん、議員は少なくともボランティア精神でやりなさい、それを強く言っていくと、それがこのあれだろう、日本保守党、本当の意味での自民党のやりたかったことだと思うけど、まあできんわ今これ、地方議員から裏金というか、みんな金儲けになってもらったわけ、家業になってもらったわけということをやります。まあ応援してちょう、また期待してちょう、総理を狙う、わからんぞこれお前よ、今日も自民党も相当悪いらしいで、これは政権交代起こるから、まあ一点でどうなるかちょっと別として、よう相談せなあかんて、これよ、あ、やばい。まあ、そういうことでございまして、今日というか、75年間、まあ本当にありがとうございまして、パッチングになります。75年間、ありがとう。総理を狙う河村隆、75歳、アゲー、サンキュー、ありがとう。はい、河村隆からのお伝えでございました。それでは続きまして、NHK さんの共同、内部インタビューでございます。どうぞ、じゃあこちらの方へ。それでは代表インタビューです。愛知1区で当選が確実となりました河村隆さん本人に話を聞きます。はい、2009年以来の国政復帰となります。勝因は何だと思いますか。あれは皆さんのあったきゃ心だが ね、ハートフルな心だがね、のくとい心ね、そういうことでございます。はい、共同代表を務める政治団体日本保守党としては設立以来初めての議席獲得です。どのように受け止めていますか。いや、これで、まあ、とにかく5議席だわな、これあと4議席ですか、なんとかこれ当選させてもらって、国会でよ、ちゃんと言うことを言う政党を作らないかと思います。みんなよ、
もう家業になってまったもんで、理念に従う行動を取れへんの議員が、みんなグループになって団体戦やっとるだけ。これでは日本は潰れるぜ、本当に。まあそんな気持ちで、ちゃんと個人の意見を言える政党を作るために、あと4人当選させてちょうよということでございます。はい、衆議院の新たな構成の中で日本保守党としてどのような立ち位置で臨んでいきますか。まあこれが出会い問題だよな。これどうもこれ自公で過半数悪い説があると、誰を総理大臣にするのかという問題が出てきて、まあこれは自民とまた民主系もあるだろうけど、まあ友達も共産おるし、まあ要百田有元さんとも相談して、まあそれから考えて決めてきます。はい、名古屋の実績を国会へとして、これまで続けてきた減税などの政策を全国に広げたいと訴えました。国政の場で具体的にどのように始めていきますか。まあ、あの減税でもいいですよ。だまあ始めた提案しても味方を作らなあかんねんな、これ。まあ減税でいくなったら消費税 2% 減税でも地方より簡単なんですよ。地方は総務大臣の許可がいるんです、これ。で財源を別個にちゃんと作らなきゃ。だからわしが4億6千万も受け取らずに、で公務員がまたね、あの総人件費1割減らして財源を作って減税したり、あの国の場合は別にそういうのいりませんから、これ、ほんだらそんな難しいことないです。ただその気持ちというか、要するに税収を増やすためには税率を下げないかん、根本的に間違っとんですよ、大蔵省の言っとることは。そこをきちっと言って、その気にさせるということはね、これ、そういうことですよ。財政危機は嘘なの。借りる人がいないんです今は、そういう世の中になっとるんであって、まあお金がね、まあ本当は銀行の金を銀行が民間に貸せるようにするといいけど、なかなかできんと言うだろうで、政府がもっと自由に貸せるよう、借りれるように、これ財政保養所いって公共事業しかいかないと気当たるんだ。これも廃止せなあかんですよ、これ。そうやってやっていくと経済は大きくなります。そこが最大の問題なんで、誰も言えせんけど、そして政治と金の問題にどのように取り組んでいきますか。俺は俺に言わしてもらわないかんがね。日曜討論出してしょ、ほんだね。ここでいろいろ言っとるけどよ、いろいろ言っとるけど、政治資金改正法、何あれ、10年間領収書出さんでもええとか、俺冗談かと思ったよ、あれ。国会で冗談のことを議決するのかと、それをまた NHK が報道するのかと、むっちゃくちゃ。その理由を正さないか、理由を正すのは地方議員が家業になっちゃって、本当に日本中、これ何千万も給料もらうもんだって、こういうとこ大きいと、小さいとこでもほとんど仕事がないとこが多い。ほんで家業になっちゃうと長いことやらなあかんもんね、俺に裏金持ってこいってことになるんですよ、これ。衆議院なら衆議院に、俺に100万持ってきたら判をしたるようになる。なんで俺が言うか言ったら、わしは体験しとるからですよ、これ。誰も何でも俺に文句言って今回言ったら本当だからですよ。わしは断ってきたんだよ、そういうの。ほんで辛い孤立の道がまとったわけです。ほんだけど日本保守党というね、まあそういうところの根本から改めてこういうのが百田有元さん、この二人が初めて言いました、それ。あとは新進党やら民主党やらいろいろ言ってきたけど、全部地方議員のボランティア化はダメ、もうできない、自分の基盤を崩すことになるから。そういうことを言うと、河村さんこれするぜって反対に諭されるぐらいだったから、その根本をこの日本保守党が初めて日本でやってきます。はい、ここまで愛知1区で当選が確実となりました河村さん本人に話を聞きました。代表インタビューでした。